野田邦芳、この健康一滴の勝負、しっかりと全身全霊、不撓不屈の精神で参議院福岡選挙区頑張ってまいりたいと思います。皆さん、本当にアベノミクス恩恵がありますか？私がこの福岡県3ヶ月間隅から隅まで回ってまいりました。そして多くの県民の皆さんにお尋ねをしてまいりました。しかし9割以上の方々が、実感がない、私には関係ない、メリットはない、そういうお答えでした。おそらくこのアベノミクス、今ほころびが出つつあります。アベノリスクが顕著に出てきております。これから私は非常に危ういと思っているところであります。富裕層や資産家、そして一部の輸出の大企業にはメリットがあるのかも分かりません。しかしながら分厚い中間層、私は復活をしていきたいと思っております。生活者、労働者、消費者、納税者に軸足を置いた政策を今後進めていかなくてはならない、そのように思っているところであります。格差社会、おそらくこれまで来た道をまた繰り返すことになるのではないでしょうか。あの小泉竹中さん路線です。私どもはしっかりとそういった格差のない社会を、そして支え合う社会を実現をしてまいりたい、そのように思っております。私はどちらかというとアメリカ型ではなくて、ヨーロッパ型、弱肉強食ではなくて、支え合う社会を作っていきたい、これが野田邦芳の思いであります。皆さん、またコンクリートに戻りました。私は人命を大切にする政治、しっかりと実現をしてまいりたいと思っております。そして暮らし生活を大切にする政治の実現であります。国民の生活が第一、しっかりと実現してまいります。そして私、4期16年間市長をさせていただきました、地域主権の実現にも頑張ってまいります。